そのファーマーあ英語わかりますかファーマー、えー、お百姓さんそのなんかお百姓さん言った時点でなんかちょっとカッコが悪くなるんですけど、まあ、お百姓さんでその妹を抱ええー、捕まえとえー、拾い上げてこう言うんですねもう大丈夫やっと私のところに戻ってきたんだこの柳川茂さんはですね このファーマーマさんは見捨てない,ていを自分の人生になぞらえて書いたそうです俺は世界一の立派な人間になる認められる人間になると言って頑張ってたどんな仕事も俺にとっては大したことがないと思ってたでも実は自分が醜いものであって役に立たなくて悲しみと自己嫌悪と不安と恐れと虚しさの中にいるものであることがいろいろな状況の中で分かった そしてもう誰も俺を帰り見てくれないと言って泣いているとき、私を作ってくれた方に出会った。そこに私の希望があったと、その思いを込めて、このファーマーさんは見捨てないという。さて皆さん、このような状況のところで、キリストは現れたんです。今日ここに来ておられる方で、いや、自分は大丈夫なんだよ。 まあいいお話だけど自分は関係ないとおっしゃる方がおられたらもちろんそれは仕方ないことなんでそう思ってしまっているのでね。でも逆に自分はもう本当にこの状況がぴったりだ。私には自分で自分のしていることがわからないし自分の良さが全然わからないと思っている方がおられたら期待してください。そういう方のところにイエスが来てくださって彼らの中に立って言葉をかけてくださる。 平安があなた方にもう一度二十節を二十章の二十節を、えー、ご覧になっていただけますかこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだこの悲しみの人にキリストは慰めを与えましたそして 平安と希望を与えたんですねそして虚しさの人生ではなく喜びの人生を与えていくんですでも皆さん不思議だと思いませんか自分が裏切って十字架につけたキリストが復活して現れてくれた時に弟子たちは主を見て「喜んだ」って書いてあるんですね。 皆さんが何か裏切って悪いことした人があの人にはもう合わせる顔はないと思っている人がコンコンとやってきた時逃げたくなりませんほんと言って悪かったから分かってるからみたいな感じで逃げたくなるのが普通なんですけれどここで弟子たちは主を見て喜んんだとあるんです弟子たちは自分のやったことを全部忘れてバカなありがとうございますっていうそういう人だったでしょうかい,いえ この弟子たちが喜んだ,には,喜んだのには理由があると思います。その最大の理由のうちの一つはイエス・キリストという方が弟子を責めてないということがよくある 私たちはですね、自分が責められていると感じる人と一緒にいて居心地の良さを感じることはないと思います。でも、弟子たちがイエス・キリストが現れた時に、このイエス・キリストの姿を見て話をして、この方と再会した時、イエス・キリストの中に自分を責める思いがないということが分かったんですね。皆さんにお伝えしたいのは、今日、 イエス・キリストっていう方は復活して生きておられる方です。この弟子たちの罪の罰、私たちが受けなければならなかった裁き、そして死を金曜日、彼らからしたら最悪の日だと思っていたあの金曜日に、イエス・キリストは全部身代わりに背負って、自分がこの罪の罰と裁きと死を受けてくださったんです。 弟子たちにとっては、ああ、最悪のことだと思っていたかもしれませんが、その十字架が、実はその弟子たちのためでした。そして、この弟子たちのところに現れた時に、イエス・キリストは、そのことを説明したんです。これが喜んだ二つ目の理由です。あなた方は私に悪をしたけれども、かえってそれはあなた方にとって善となった。良いこととなった。 弟子たちを喜んでいいのだと、この罪の処分がされたことを伝えてくれたんです。今日、悲しみと自己嫌悪の中にある人に対してイエス・キリストはこう言ってくださる。あなたの罪の処罰はすでに完了している。もう私が十字架で、その罰はすべて受けた。そしてその最終の痛みである死は私が身代わりに受けた。だから、 あなたはこの罰痛み死を受ける必要はない私はですね今回新幹線でこの泉府中にやってきたんですけれどもその途中で面白いおばちゃんに遭遇しましたそのおばちゃんはですね、名古屋で乗ってきたんですけれども家族で乗ってきてそして 私は新幹線の、えー、後ろの方に座ってその車両の中の一番後ろの方に座ってたんですけど前の方からその4人家族がザッ走ってきたんですねでそのおばちゃんが叫んでることは「これのぞみとちゃうんちゃうのぞみとちゃうんちゃう」と大きな声で叫びながら走ってこられたんですで私が乗ってるこの新幹線そのおばちゃんが「のぞみとちゃうんちゃう」と言っている新幹線はのぞみだったんです でもその一段はですね違う違う言って降りていかはったんですねで私はこの車両の一番後ろに座ってましたからどうなったんやろうと思ったら扉が閉まった後でチケットを見ながらそしてその表示を見ながら「望みやんか望みやんか」んかと言って、えー、おばちゃんはお父さんに怒ってましたバーンバーンってお父さんは「ああああああ」って言ってたんですけど、まあ、典型的な日本の家族だなと思いながら、えー その望みは彼らを乗せることなく進んでいったんですけど <laughs> 私はあの復活のキリスト皆さん時間,もう時間が来ているのでね時間の関係で詳しく言えないんですけど今日私がお伝えしたいのは復活のキリストこそ信じるに値する方ですよとお伝えしたいんですで私たちが伝えているこのイエスキリストを信じる信仰というのはね 対象が大事なんです自分が今私たち分かりやすく言えばですねこの復活のキリストを持たない人生というのは死に向かっている電車に乗っているようなもんうそれはですね自分がその電車死という終着駅に向かっている電車に乗っている限りその中でどんなにエクササイズをしても。 その新幹線の中で死は嫌だと言って、望みの16号車から1号車に向かって走っていっても、その電車に乗ってる限り必ず全員が死に向かって行っているというのが我らの今の人生なんです。その望みの中で、いや、俺はワインを楽しんでるんだよ。お前ジタバタしても仕方がないよと言ってる人もいるでしょうし、死は怖い、死は怖いと言ってる人もいるでしょう。グリーン車に乗ってる人もおれば、 そうじゃない人もいるでしょう。でも、全部が死に向かっていく。これは絶対に死に向かわない。そんなはずはない。俺は死ぬはずがない。固い信仰を持ってる。と言っても、死ぬんです。信仰というのは、自分がいかに固く信じるか、信仰深くそれがなると信じるかによらず、その対象がどうかで決定するわけです。 ある笑い話を読みましたある人がですね、えー、湖が凍ってる時に凍ってる湖の上を,を渡りたかったそうですでもですねこれはとっても危ないかもしれないと思ってこの歩幅前進をして進んでいくっていうんですよねで歩く前進をして血だらけになってこの湖を渡っているとその横で馬車がバシャーバシャーと走ってその湖を渡っていったというね でそのふく前進しながら血を流して「俺は頑張ってる!」と思ってた人は馬鹿らしくなったという話です。これがどんなにダメだと思って疑っても馬車で乗って行ってもその馬車が優れてるのかほふ前進がいいのかということははっきり言ったら問題ではないんです。のの厚さが問題なでしょ氷の その湖を覆っている氷がどれだけの重さに耐えることができるかという事実が大事なのであってそれをどのように信じるかという信仰が大事なのではないんです聖書が語っている信仰というのはあなたがどれだけ力強く何信じるその信仰深さが大事なんではなくて 客観的事実にその希望は乗っかってるか、それは間違いないものであるのかという対象が大事なんですね。ですから、復活のキリストという方が、どれだけの重さに耐えうることができるのかということが大事なんです。私たちの死、裁き、罪、 これらのものを全部引き受けても、このイエス・キリストという方であれば解決できるのか、耐えうるのか、大丈夫なのか、そのことを証明してくれているのが聖書なんです。そして、このわずかな時間ではお話でききれないので、ぜひ続けてお知りになってください。それは、イエス・キリストは大丈夫だという品質保証がついているということです。そして、その最大の 奇跡は、最大の証拠は、十字架にかかって死んだのに、三日目に復活したということなんです。死を打ち破った歴史上唯一の人、それがイエス・キリストという方です。まあ、少しクリスチャンの集まりでも話しておったんですけれども、えー、もう少し、えー、このことを違う例えでお話ししたいと思います。この 日本で、えー、全国う素人相撲大会があったとしましまょうこの相撲大会はとっても栄えある相撲大会で天皇から、えー、優勝者にはトロフィーが贈られる、まあ、あの八百長事件で今揺れ動いている相撲の例えがいいのかどうかよく分かりませんけれども <laughs>、えー、そしてこの相撲コンテストには一つ特別ルールがあってその特別ルールは。 誰でも一人スケットを呼ぶことができるというものなんですで、そのールールにのっとって、えー、じゃあ例えばですねゴマさん、えー、細くて弱いんですけれども、えー、彼の人脈の人脈をたどって彼が読んだスケットは白鵬という人だったとしましょうえー、一番体の大きそうな、えー 西田さん、強いんですけれども決勝戦まで進みましたでも、えー、彼の助っ人は子供だったんですだから決勝戦でゴマさんと西田さん西田さんってこんな人なんですけどあいやそこにいますその人が戦うことになった時にこの細いゴマさんはじゃあ白鵬タッチ交代って言って白鵬さんが出てきました土俵に白鵬関と西田さんが相対しています これで優勝が決まるわけですそのところに私がやってきてゴマさんあなたは大した信仰ですねこの大事な決勝戦を自分で戦わずにあの人に頼るんですかと僕が言ったら皆さんはどう思いますかあああの三畑さんって人は物事を知らん人だあの白鵬という人がどれだけ強い 日本の国技のトップにいる横綱なのかを知らないんだと大思いにななるでしょうんかポカンとしてるのはちょっと僕をバカにしてるんですか <laughs>